こんばんは、生放送ですかね、3分遅れで、始まりました、6月26日ですね、午後7時になりました。しゃべくり松代の時間です、今日の松代なんですけれども、最高予想気温で、ね、26度だったんですけど、25、6度ありましたかね。はい、ということでね、新聞夕刊持ってきましたよ、酒井さん。これ御嶽海出てますよね、今日の新聞。このね、活字ね、見てくださいよ、4センチか5センチぐらいありますね、この大きな活字ね。今日ね、私のためにね、この御嶽海出たみたいですね、これね。新関脇ね、みんな笑ってますね、県出身、これ高野登りですかね、以来84年ぶりだそうですね。今日の夕刊は素晴らしいですね。また今日帰ってね、もうニコニコしながら新聞見ますね。はい、ということで今日のゲストなんですけれども、落語はね、ご趣味と、おっしゃるね、小林正夫さん、芸名は悠々亭正夫さんですか、よろしくお願いします。小林さん、どうしましょう、先に落語をやってもらえますかね。なんか妻を語る奥さんの話ですかね。奥さんじゃないね、立派な奥さんね、いらしてますけどね、どうしますかね。先にじゃあぜひね、奥さんを語る、あ、違うか、あ、妻を語る。はい、お願いします。悠々亭正夫であることをまず証明する。はい、人間は誰でもうぬぼれが強いもんだそうですけれども、とりわけて女がそうですね、うん、仮に男の人にどっか行かない、うん、なんて言われると、うんうん、あら私みたいなんておかめは、うん、なんて言いますけど、うん、腹の中では自分が一番いい女だと思ってるんです、うん、一応は。この間も僕は美人画の展覧会を見に行った、うん、綺麗な女がずらーっと並んでいる、うんうん、ある奥さんが見てまして、うん、まあこれが美人画の展覧会ね、うん、なんて綺麗なんでしょう、うん、あらこれも美人画、うん、これちょっと美人じゃないじゃないの、うん、口が大きくておでこで、うん、私の方がずっと美人だわなんて言ってたら、後ろにいた人が、うんうん、お客さんそこは鏡ですよ、バカな話があるもんですけれども、友達が大勢集まると、うん、なかなか愉快な話になりますね、うんうん、およう集まったな、うん、今日はね家庭のことについて話をしようと思うのがどうだ、半田君、君のとこは何か変わったことないか。うん、特に変わったことはないけどね、僕のとこはね、女房は会話をするときに歌でやらないと気が済まないんだよ。たとえ女房をね呼ぶでもね、歌で呼ぶんだよ。昔から笑う角にはラッキーカムカム、私の愛しい可愛いの女房って言うと、女房がヘイヘイって言って出てくるんだよ。はあ、これ変わったうちだね、うん、だからね、俺はね会社から帰るんでもね歌で帰るんだよ。玄関はねガラガラーっと開けてね、会社から会社から飛んできたきた我が家に、嬉しさに楽しさにうちの中を眺めてる、今日のおかずは何であろう、じゃがいもかコロッケかそれともイワシの天ぷらかってやると、女房があなたお帰りなさい、ご苦労さまね、ご飯炊きましょう、バー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 、うるさいよ、おい熱が出てくるよ、そんな変な声を聞くとよ。だけど愉快でいいな、うん、俺とかね愉快でいいけどね、愉快な代わりにいくら働いても足りないんだよ。どうして、いや歌がねうまくいった時にはね、3つの鐘に習ってね、鍋でも釜でも張り倒しただろう、そのたんびに穴が開いちまうんだよ。俺のとこなんか月にイカケ屋が18人も来るよ。へえ、それはすごいね、大変だね、うん、それからね困ることにはね、子供の教育に困るよ。どうして、うん、いやうっかりね小言を言うもんなら歌で泣くんだよ、まるでカナリアみたいじゃないか、うん、それ本当なんだよ。この間ねうっかりこらーって言ったんだよ、そしたら親父に叱られて骨の溶けるほど泣いてみた、うわー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 、いや変わったうちだよ。次どうだ、宮坂君、君のとこはどうだ。俺の女房はね、名前は玲子、美目秀麗な乙女、気のつくことにおいては世界一だろうと思うね。3年三月連れ添ってるけどね、俺に一度も口を聞かせないんだから、
俺があれをやってほしいなと思うと、すでにやってあるんだよ。俺に口を聞かせないっていうところが、うちの女房の取り柄かもしれないね。寂しいな。いや、寂しくなんかないよ。朝起きたいなと思うと、女房がちゃんと起こしてくれる。時計が6時を打ちました。しっかり背音を抱き起こし、傷は深いぜねえあなた。脅かすんじゃねえよ、うん、だからね、朝飯に置いてやだよ。俺が自由にパクパクと好きなものを食べれない、つまり女房が挟んでくれたものを俺は食べるだけだからな、うん、おここパッと入ってくる、うんうん、ご飯パッと入ってくる、うん、お刺身パッと入ってくる、うんうん、これうっかりね、近くの火鉢を見たんだよ、うん、真っ赤に起きたタドンが3つ入ってきた、うん、いやその時の暑かったこと、暑かったこと、いくら女房の情けとは言いながら暑すぎた。次どうだ。君たちはどうしてそういう愚劣な女ばかり持ってるんだろうな。俺の女房はね、学問があるよ。特に詩を作ることもうまい。君たちの前だから告白するけどね、俺のへそはね、生来長らかにできてるんだよ。それを見た途端に女房が作った詩、傑作だぞ。私の好きな大好きな愛しいお方をよく見れば、おへその長い人でした。私とあなたのその中に可愛い坊やが生まれたら、おへそでおむつが干せるやらってやんのよ、うん、はあ、これは傑作だね。うん、だけどね、一番傑作なのはね、女房が朝おならをするとき、汚いって言うかもしれないけどね、女房のような詩人がね、おならをするとね、流暢なところの詩によって生まれてくるよ、うん、腹をぐっと押さえてね、うん、ああ、うん、我が腹は格のごとくまろやかとはなりぬ、長慢にはあらねのも腹心にガスのこもりたるゆえなり、我孤児にやらざれば簡略的音律をもって体内より入れぬ、その匂いはなはだかんばしからねど、うん、己が匂い入れし者をいかにせん、世の人々これを奉仕といて嫌いども、花よりも目るし麗しき君の乙女よ、全世界を平芸する英傑たりとも、何人もこれを発散せざる者あらんやべーべーと、はあ、これは傑作だね、うん、しかし学問のあることは事実だな。どっかの学校出たんだろう、うん、女子大を出た、はあ、女子大大したもんだ。でどこの女子大だ。運転手の横に座ってんの、うん、バカ野郎、それは自動車の女子大じゃねえか。はあ、面白い。いや面白いですね。いやいや久保さん、これってね、この落語を始めたきっかけっていうのは、これなんでどうして始めたんですか。もうそうですね、うちに昔のね、うん、あのコロンビアの蓄音機がありましたね、全面で動かす、うん、そこにねレコード版がいくつかあって、うん、中にレコあの落語のレコードがありましてね、うんうんうん、そこにあの三遊亭歌唱という落語家のね、うん、この妻を語るところがありましてね、子供の時よくねそれを聞いて楽しんでいたんですけども、うん、まああの最近まで私あの地区の老人会長をやっているんですけども、地域の老人会お年寄りをね喜ばせるに何がないかということを思ってね、まあ落語でもやったらこう喜んでくれるんじゃないかなと思ってやり始めたんですよ。すると子供の頃からもうね、で落語のやろうかと。素晴らしいですね。で日頃どんな会場でされてるんですか。そうですね、あの、まあ、老人会の集まりだとかね、うん、そのお茶の間サロンとか、あそういうところでやってるんですけども、うん、まあ、最近はねよその地区からもねお茶の間サロンにお呼びがかかってね、うん、まあ、出張してね、うん、このような落語とか小話やる機会が増えてきました。で今奥さんじゃねえや妻を語るっていうふうねお話いただいたんだけども、レパートリーっていうのはどのぐらいあるもんなんですか。あの落語自体はそんなにないんですけど ね、うん、ね、私あのこの他にねやっぱりその地域のねこの真っ白地区の方言を使ったね、うん、その方言小話っていうのもね自分のね創作した小話があるんですよ、うん、まあ、それもちょっと落語風なんですけども約10分ぐらいですけど、これ全部ね私自分でね作った落語あの小話でね、そんなのも時々やってます。じゃあその小話ってやっぱり笑わせるやつですかね。そうですね、まあ、あの豊坂の言葉ですか。うん、まあ、豊坂の主に豊坂の言葉でね、うん、まあ、最近ちょっとあんまり使わないんだけども、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんなどよく使うようなのをね、うん、まあ、子供たちに聞かせようかなと思ったりしてね作って。どんな言葉、あの
松代と豊坂って違う、まあ、よくね、うん、松代はセッタセウっていいじゃないですか、ね、うんうん、何か言うとか言わないと、うんうん、セッタセはないとね、うんうん、そんな言葉私もね、まあ、社会人になってから、ね、しばらくそれ使ってたらね、あの、うん、仲間に笑われましてね、コバ、うん、ちゃんはおかしな言葉を使うなんて言われてね、あ、これは方言だったなというようなことをね、思ってね、1年間かけて直したことがありますね、うん、じゃあやはり松代で言うとその今のセッタとかね、走ることは飛んでくって言いますよね。飛んでくるよ ね飛び、昔かけっこのこと飛びくらって言いましたよ ね。いや私もねその、早く飛んでこいって言ったらね、はぁ、空飛んでくんかいなって私ね、やっぱりあれも方言で ね、そんな言葉も入れながら、うん、あの方言小話ですか、そうですね、やってるんですね、はい、お素晴らしいですね。でその今落語をねお聞きしたんだけども、途中でね忘れちまうなんてことねえですか。あ、それはありますね、よくね、途中で引っかかって、うん、あ、忘れちゃったって言いながらね、うん、まあ、もう一度ね、元に戻してね、うん、また途中からやってね、うん、みんなにね、まあ、笑われたりね、うん、することはあるんですけど、まあ、それもね、素人ですから、あ、まあ、勘弁してもらって、そうですね、失敗も笑いに変えると、はい、ね、いいですよね、その失敗したらね、その落ち込んじゃいけねえやね、失敗もやっぱり笑いに変えねえとね、あ、そうですね、そうですか、それがですね、そこら中でね、そこら中というか、まあ、いろんなところで、まあ落語をされてると思うんだけども、その記憶に残ってるそのなんだ会場っていうのはどんな、今一番どんなところですか。そうですね、この記憶に残ってる松代地区の、ね、老人クラブのね、うん、芸能大会と毎年この松代荘の大広間でやるんですけどね、うん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 、約160人ぐらい集まるんですかね、うん、そういうところでね、この落語をやったりね、うん、方言小話やったりしてね、うん、まあ大勢の前でね、うん、結構受けたりしてねやってますね、うんうん、あ、そりゃ百何十人って素晴らしいですよね。そうですね、まあ、うん、あのね、あと おひねりをね、飛ばしてもらったりしながらね、おひねり、うん、100万も来るですか。100万これか、うん、これですね、あ、そうですか。あとなんかその会場もそうなんだけども、その記憶に残ってるその出来事というか、落語をやってどんなこと今一番残ってますか。ね、今日まあこう妻を語るっていう、うんうん、台でやりますけどね、うん、今年ね、八王子の姪っ子がね、うん、結婚式やりましてね、うん、その時にね、まあ、これから結婚してね、妻になるにはこう3つのタイプがあるよと、まあ、先ほどね、うん、3つのタイプの妻をやりましたけども、うん、ね、どういうタイプの女房になるのか、そこら辺を参考にしてくれということを言ってね、これやったらね、結構大勢の方にね、拍手喝采でした。あ、そうなんですか。あとその会場でですね、その気使ったりすることないですかね、楽しくやるだけですか。まあ、そうですね、特にまあ、うん、気が付かない、私いつもね酒が好きなもんだから、うん、いつもね、うん、飲んで一杯飲んでやる、気楽にやるもんでね、いいですね、シラフでやるのはめってないもんでね、あってそれがね、シラフの時はちょっと緊張しますね、やはり。今日もじゃあ一杯やりながらやりますかね。まあ、本当はね、そうしてもらえば、うん、よかったんですけど、ね、あれ初めに言ってもらえばね、三田さん用意したのにね、あ、できれば私も飲んだ方がいいんですよ。ロレスによく回るんですよ。そうですね、あの飲まないとね、すぐ噛んじゃうんですよ。今シラフだからね、さっきから、ね、噛んじゃってるんですよ。これ三田さん今度一杯ね、やりながらいいですね。ね、ぜひね、はい、というのは今度ね、お話ししてますけれども、これからもあれですか。まあ、さそこら中でこう、やたるくなっちゃいけねえや、そうですね、これ落語とお話っていうのはね、一度やってもほら、うん、ストーリーは分かるじゃないですか、うん、歌だったら上手な歌だったら何か聞いてもいいんですけどね、うん、こう話の場合はね、うん、あ、またこの話かってこうなるもんでね、うん、できるだけ新しいネタを仕入れてね、うん、やりたいなと思うんですけど、うん、なかなかね、それが難しくて今、うん、それ覚えるのは大変ですよね、途中で忘れちゃったりね。自分で間違ってた時なんかは、適当にこうつなげちゃうとねえですかね。それは途中、まあ、それはちょっと難しいですね。途中から変わっちゃうとね、どうも最後ね、最後まで苦労しちゃうからね。苦労しちゃうからね。うん、ああ、そうなんですか。うん、いやいや本当に楽しいね、今落語をお聞きして本当にありがとうございました。小林さん、これからもね、楽しい落語で地域の皆さんね、楽しませてやってください。本当に、まあ、頑張ります。はい、はい、小林さん今日は本当にお忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。
いや、三田さん、はい、落語いいでしょ。いいね。ね、うん、私はね、横でね、うん、あれ笑いそうになったけど、あんまりゲラゲラ笑っちゃいけないからね、うん、品がないといけないよ。そうそうそう、ちょっとね、ちょっと最初のとこね、うん、品なく笑っちゃったね。もうあとはね、あんまりあの品がなく笑っちゃいけないと思って、ね、ちょっと抑えてあ、そうです。はい、はい、ということで小倉さんでした。はい、お知らせもお願いします。はい、ね、7月1日、はい、これがですね、真田家ゆかりの地を巡るっていうのでね、うん、これがね、真っ白駅へ集合っていう形で、ほうほうほう、はい、9時出発になりますけどね、うん、はい、そういった形で、まあ、金500円ですけども、うん、街歩きを行います。はい、街歩きを行いますんで、はい、ぜひご参加いただきます。はい、あ、それは別か。はい、はい、今日はね、ちょっと新しいのがまた来ましたのでね、うん、コンベンションビューローでね、これあの新しいのがね、来ました、はい、昔もね、遊学手形ってのあったんだけどね、これを今度はね、今までが、これ合計足していくとですね、いくらだっけ、あ、2350円、うん、これがですね、はい、1000円で OK よって。おー、もうベラボニアスベラボニアスですよ。すげえじゃん。でね、これ8軒、うん、ね、うん、宝物館、真田邸、うん、ね、造山記念館、うん、横田家、文部学校、うん、ね、池田正美術館、うん、天球寺、うん、ね、長野市立博物館も入れて、うん、2350円を1000円でね、これ売ってるところがね、私ら町歩きセンター、それからね、うん、真っ白観光、観光案内所、うん、それからね、ロイヤルホテルさん、ほうほう、国民宿舎、真っ白荘さんと町歩きセンター、うん、ね、こういう形で、これをね、手形、2回行ったね、はい、こういう形でね、うん、こんなとこで突っ込みられて売るんですよ、売るんですよ、これ売るの、はい、これは何かって言ったらね、手形、はい、ね、これ1000円でお売りする、はい、はい、で仰ぎながら街の中歩いていくね、そういう形です、はい、もう一つあります。あ、すごいね、今日は来週のやつね、うん、あ、ちょっとくれない、かかしやった、うん、来週はね、これっっこれからやるの。あ、そうそう、はい、来週これです、しゃべくる真っ白、すごいじゃん、ね、こういう形でね、かかしコンクール、まあ、第1回目。三田さん、はい、ちょっと予告なので、うん、あれかかしコンクールってさ、うん、ずっとやってない、はい、ずっとやってる、今年1回目、あのね、1回目ってね、うん、これね、どうして、あのね、いろんな人をね、町の中の人、いろんな人絡めて、うん、今までね、福祉寮さんだけでやってた、うん、ね、ずっとやってた、それでみんな募集かけて、うん、で今回は、うん、いろんなところにね、声をかけてね、うん、多数、松代町の人がね、いろんなところが参加してもらう、それの、初めて、あ、だから福祉寮さんだけじゃねえんだ、そういうこと、あ、だから全体で大会、うん、全体、もういろんなところをね、声かけして了解ですっていうので、はい、まあ、そういったお話をね、うん、お聞きするんですけど、はい、担当者、うん、ね、浦野さんと宮原さん、うん、ね、こういう方が来ていただいて、お話ちょっとね、内容どういうふうに変わったのかとかね、そういう話をちょっとお聞きしようかな、はい、はい、そんな形で、それは楽しみですね、はい、そういうことです、はい、だからこれもね、うん、コンクールなので、ぜひね、もう参加していただきたいっていうのはね、ぜひね、うん、皆さんにもね、参加、そうです、そうです、ぜひ、あの、投票もしていただかなきゃいけない、うん、あ、私ね、毎年やってます、やってます、やってます、はい、はい、まあ、それを一票、清き一票、はい、ね、私本当に清き一票なんですよ、そうです、はい、はい、そういうことで ね、やっていただければいいかなというふうに思います、はい、それでは来週のしゃべくり祭り7月3日、そうですね、はい、かかしコンクールについて、はい、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。